ヤーコプ・ハイルマン・やアコプ・ハイルマンは、ドイツの建設業者。ドイツ・バイエルン王国のカフランケン県、ガイゼルバッハ村に生まれる。ガラス屋の息子であったハイルマンは、ミュンヘンの建設専門学校で学び、19歳の時、建築士の試験を合格した。あと半年技能者として、チューリヒの駅建設に手助けしながら、チューリヒ工芸学校の授業に出席した。アシャフ・フェンブルクを経て、 ベルリンに上京し、シンケルの弟子であったマルティング・ロピウスのマスターイコールアトリエ並びに、ベルリン建築大学で補修教育を受けた。1868年頃南バイエルンに戻り、鉄道建設にいそしんだ。ミュンヘン南駅、東駅間、そしてノイマルクとの鉄道を建設した。1871年に会社を自立し、鉄道建設を続けた。 1877年に、ハイルマンは、ミュンヘンに移住し、建物建設を中心した。1892年婿のマックス・リットマンが入社し、ハイルマン、リットマン組会社が誕生した。ハイルマンの不動産業務は、ハイルマン不動産株式会社、それから他の関連不動産会社によって担当された。その上、ハイルマンも、電力使用の先駆者であり、 電力会社のイーザルベルケ有限会社を銀行家のビルヘルム・フォン・フィンクと共に設立した。1908年1909年の社員のマックス・リットマン及びリハード・レベルディの退社後、ハイルマンの息子アルベルト及び夫が入社した。1927年、ミュンヘンにて没。ありがとうございます。